冷戦境界。から、少し北に行ったところに、奴はいる。奴、とは、拾い虫。その名の通り、道端でいろいろなものを拾っている虫だ。ムーアイベントを進めればわかるが、この虫は、味方であり、話しかけると、拾い虫の製法書がもらえる。全部で7つあるので、まだ集めていない汗人は、概要欄のムーアイベントまとめ動画をご覧になるがいいだろう。そんな、拾い虫であるが、とんでもない秘密が隠されている。今回は、それについてご紹介しよう。さて、まずは基本事項のおさらいだ。この影の地において、拾い虫は複数いるのだが、ここにいる個体だけは、他とは異なる。その場でうずくまって、動かない。ここで、ぬくもり石を使ってあげると。このように、起き上がる。そして、何事もなかったように、作業に戻る。この時点で話しかけても、特に何ももらえないのだが、プロロした後に話しかけると、製法書と影は草がもらえる。なお、この虫を助けた後、ムーアに話しかけると、お礼を言われ、別の製法書をもらえる。また、この虫に攻撃し、葬ると、ムーアがガチギレし、襲ってくる。ちなみに、他の虫を葬ってもこんなことはない。さらに、ムーアイベントの選択肢によっては、ムーアがここで死亡してたりするので、ここの虫は、ムーアにとって特別なのかもしれない。さあ、本題に移ろう。この、元気になった拾い虫に近づき、プロロすると、首が地面にめり込んだ。何これ、気持ち悪。そう、拾い虫に密着した状態でプロロすると、拾い虫が地面に頭を突っ込むのだ。なんでやねん。手足はバタバタ動いているので、一応生きているようだ。これまでもプロロに関する小ネタはたくさんあった。アイテムの入った女神像を壊したり、アイテムの隠れた建物を壊したり、クラゲ姉妹の墓を壊したりもした。しかし、この善良な虫の頭をめり込ませるなんて、プロロ、恐ろしい。せっかくなので、この状態でもプロロしてみよう。変化なし。これが定位置になってしまったのだろうか。なんとかして、戻してあげたい。この辺はどうだろう。変わらん。微妙にビクッと動いた気がするが、すぐにめり込んでしまう。その後も、何度か試したが、結局、虫が元に戻ることはなかった。うーむ。ここまでして戻らぬとは。ちいらね。何事も、諦めが肝心だ。汗人諸君は言うだろう。弱ってる状態の虫にプロロしたらどうなるっぴ？と。今から試す。変わらん。あれ、密着が甘かったか。ちょっとめり込んだ。弱ってる状態でも、めり込む。そう、この虫。とりあえずプロロすればめり込むのだ。ちょっと元気になったようにも見える。
ちなみに、この状態においても、再度プロロしても、特に変化はなかった。もっとめり込まんかい。アセヒト諸君は言うだろう。この状態でぬくもり石をあげるとどうなるっぴ？と。今からやるっちゅうねん。めり込んで弱っている状態で、ぬくもり石を与えると。自分からめり込みに行った。これはやばい。そう、弱った状態で地面にめり込んでいる広い虫に、ぬくもり石を与えると、自ら頭を地面にめり込みに行くのだ。なんでやねん。よく見ると、このめり込み具合、元気になっている状態で、めり込ませた時と同様だ。この広い虫には、1、弱っている通常の状態、2、弱っているめり込みの状態、3、元気になった通常の状態、4、元気になっためり込みの状態、という、4パターンが規定されているのかもしれない。いろいろ考えてみると、無駄に奥が深いな。おまけ。この虫、ぬくもり石以外でも回復するのだろうか。狂い石を与えてみる。この石は、狂い石を受領したものだけが回復する。これで復活すれば、こいつは狂い石だ。なんか踏み絵みたい。しかし、復活しない。こいつは狂い石ではなかったようだ。次に、回復系の祈祷を使ってみよう。回復の祈祷で復活するだろうか。そもそも、効果はあるのだろうか。あれ？回復しとる。この祈祷は、HP がじわじわ回復するやつだ。体が光っているので、一応適用されているらしい。しかし、起き上がる様子はない。通常の回復祈祷はどうだろう。ダメだこりゃ。回復してるかどうかわからんが、これだけやっても復活しないなら、効果はないだろう。ぬくもり石、すごいな。ということで、今回は、広い虫の頭を地面にめり込ませる裏技をご紹介した。影の地において、最も有用な裏技であると思うので、ぜひ、ご活用いただきたい。他にも、面白い小ネタ等がありましたら、コメントいただければ幸いです。ご視聴いただきありがとうございました。昔のギャグ漫画みたいで笑える。